そう、配信のためにメイクしたの。そうです。なんかね、多分皆さん別にすっぴんでもいいよって思うかもしれないんですけど、なんかメイクした方がやっぱり気分も上がるので、そうだ、じゃん、この子を連れてきました。これはファンの方にいただいたクリップなんですけど、最近これも使ってて、そう、なんか家にね、本当にありがたいことにクリップめっちゃあって、そう、前はポケモンのクリップいただいたんですけど、それも使ってるんですけど、これも使ってます。なんかメイクするときはこっちが多いかな、こうあのあれふわふわしてるから、スキンケアの時だとね、なんか濡れたら嫌なので、メイクの時にこれしてます。だからちょっと今もつけて配信しようかなと思ってつけて配信します。前髪にはつけません、ここに、どっかにつけたい。でもこっちにね、こっち向きないよね、クリップだから、こうしたらね逆さになっちゃう、こっちだと見えない。おー、ありがたいことにね、いっぱいねいただいて、はい、つけちゃう待って、つけるところ変すぎない？ここだと変だ、あ、ここだとね、前髪が重い、よいしょ、これもう一個ね、あるんですよ、仲間もいて、仲間も可愛いっすよ。ね、チャーリーじゃない方、あ、待って、名前忘れた、黄色い子、あとね、名前なんだっけ、ウッドストックだっけ、あ、そうそうそう、ウッドストックですね、合ってた。こんばんは、今日黒なんでかな。シク、ありがとうございます。黄色はちょっとね今いないの、私のメイクの引き出しに入ってる。だってさっきもスケートの質問来てたわ。そうだ、私は滑れません何もスポーツはできないです。スケートもスポーツだよね、あのバランス力が多分ないので。でもローラーはできます、ローラー手術はできる。してる、何も塗ってないんですよね、鼻、ほらこんばんは、チアはバランスいるかな、うーん、
あんまりいらないかもしれない。普通に私のところはそうガチのチアっていうよりかダンスに近いチアだったかな。普通にダンス、なんだろうな、応援の時はしないけど自分たちの発表みたいな場では私は普通に、K-POP の方のダンスを完コピだったかな、そのまま結構やってた。サビとかは一緒で、そう、そこにちょっとチアを取り入れてとか。だからガチの多分チアって想像する方は本当にそう上に乗ってバランス取ったりとかって思うと思うんだけど、そういうのじゃないです。ダンス部でもないんだけど、ダンス部とチアの間みたいな感じだった。私の時はそう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 。こんばんは。あ、お猿ありがとうございます。あ、クリームありがとうございます。ハートもありがとうございます。運動良さそうに見える？あんまり言われない知ってるからかな、周りの子は。あまり言われないですね。遺贈の写真はないの。前の携帯なら入ってるけど、思いっきり高校が分かっちゃうから見せれません。ごめんなさい。ジャンプとか全くしない。うん、そういうのじゃない。まあ様々だと思います、学校によっていろいろね。今最後にスケートしたのいつだろうっていうぐらい前ですね。だから今だったらできるかもしれない。ちっちゃい頃の話だから今は分かんない。ありがとうございます。試合書、何しようね。ね、やってみたい。今年の冬とかやれる機会があればやってみたいですね。あとありがとうございます。やってみたいスポーツはいっぱいあります。うん、スポーツは得意にはなりたいって思ってるんだけど、なんだろうな、やりたいスポーツ、やりたいスポーツか。バスケとかできたらかっこいいよね。バレーもかっこいいし、また走れたらいいしね。早く走れるのもすごいなと。うん、何でもやってみたいけどできないのでいりませんはい、もう分かってるのでできないということがやんないです。もともとね、運動が向いてないね、あれなんですよ、体なんですよ。多分あると思う、本当に人によって。体力ある人ない人ってやっぱりいるじゃないですか。多分私永遠にないんですよね、体力。体力っていうか運動神経短距離と長距離、まあ走るのが嫌いなので長距離ですね、圧倒的に。なぜなら
10秒以内に終わるから50メートル走とかでしょ。あーゲームもね、でもゲームも私できないんですよね、全然うまくないゲーム。水泳もやってたけど好きではない。海なんかあんま水の中好きじゃないんですよ、水はね。どっちかというと怖い部類に入るかな、溺れるから。あ、チョコちゃん吠えてる、ほんとだ。なんかもう吠えてるのに慣れすぎて気づかないみんなの方が吠えてるねとか今日吠えてないねって気づいてくれさるんですけど、私はね慣れちゃって分かりません。そうでも最近料理が本当に好きだなって思ってる。まあ今日はね全然料理してないの、サラダ作ったぐらい、サラダ作ったぐらいでね本当に。そうなんだけど結構自分でだいたいさ休みの日とか、休みの日じゃなくてもあの夜ご飯以外はだいたい自分で作るんですよ。だから自分で作るのが好きだから、そう自分でサラダ作ったり、あとはなんだろうおかずとかやったりするんだけど、それは好きですね。うん、あとお気に入りの食器とか使ったらさらに好き。そう食器ね集めたい。食器なんかスプーンとフォークの可愛いやつがあってそれが欲しいんですけど、なんか結構するんですよね。人気なのかな。お魚さばいたことはないですね。セーラームーンのスプーン、どういうのなんだろう。スプーンもね、そうそうスプーンとかフォークとか、このなんて言うんだろうな、スプーンとフォークの部分がゴールドになってて持ち手が白のやつがあるんですけど、可愛いやつか。それはねちょっとね結構雑貨屋さんとか行ったら見ちゃう、可愛いかな。あとはね食器はなんかね、あの木のやつも可愛いよね。木のプレートとかも可愛い、透明なやつも可愛い。ちょっとねなんだろうな、なんていうのああいう素材、なんていうんだろうな、ガラスじゃなくてね、なんかグレーっぽいなんか素材のやつも可愛い。なんかだいぶ前にご飯屋さんに行って、そこがなんかおしゃれな丼じゃないけど、なんか丼ご飯の上にこうサラダが乗ってて、でなんか魚とかそういうのがいっぱい乗ってるっていう。もう食べたんですけど、それをね食べた時に、まあ、味も美味しかったんだけど、なんかお皿が可愛くて、そうその丼ので、それが欲しいってなって、もうその後に雑貨屋さん行って同じお皿を買いましたそう惹かれちゃって、その時味よりも味も美味しかったけど、なんかお皿に惹かれた。それで自分で家で同じようにご飯のっけて、ご飯の上にサラダとかなんかアボカドとかそういうの乗せて食べましたね。そう売ってたのちょうど、あ同じやつではないけど似てるやつがあってめっちゃ可愛くて
そう、お気に入りです。結構なんか美味しいし、食器もこだわってるお店だったらめっちゃテンション上がります。そう、なんかおしゃれなカフェとかって味も美味しいけど、こう食器も可愛いじゃないですか。そう、そこもね結構見ちゃう。食器も その店だったかな、スプーンが私のね、そう、あの今欲しいスプーンとフォークで、そう、それも良かった。あなた、ありがとうございます。そう、そういうの好きなんよね。最近は食器とかコップとか見ちゃう。でもね、ほぼほぼ似てた、その食器だから満足です。うん、探した、似てるの探して、ほぼほぼ似てると。カレーライスフォークで食べる。え、私アイスフォークで食べます、たまに。なんかたまにスプーンが切れてる時、結構そのスプーンで使うじゃないですか、よく。で、ちっちゃいスプーンがいいから、たまにない時はフォークで食べる。で、私2かもしれない、アイス。いませんか、フォークで食べる人。え、いないの、みんな。いないの。たまに食べます、フォークで。なかった時はね、スプーンがあったらスプーンで食べる。熱伝導のスプーンはね、ファンの方にいただきましたので、家に3本あります。なんか選んじゃうよね、やっぱり熱伝導のやつが選んじゃうけど、毎日なんだろうな、すげえ選んじゃうから、まあ在庫ない時の方が多いんですけど。そういう時は普通のスプーンにしてる。熱伝導があったら 100% 熱伝導で食べる。あの、全然ヨーグルトとかも熱伝導で食べる。なんかね、普通のスプーンよりなんかいいんですよね、熱伝導のやつだからね。アイス以外にも普通に食べちゃいます。パスタはフォークじゃない、パスタはね、スプーンはね、あんま使わない人ですね、私。別にヨーグルトはね、あったかくはならないから。でも別にヨーグルト食べたといって熱伝導全く来ないんですけど、冷たいとか。
でもね、私カチカチのアイスが好きなんですよ。結構熱伝導って本当に体温で溶けてくれるから、割とね溶けやすいっちゃ、確かに溶けやすいんだけど、まあ、でもなんか熱伝導で食べるとより美味しい気がします。なんていうの、こうフォークとスプーンどっちも使う方もいらっしゃるじゃないですか。たまに使うけどね。そう、アイスはね、溶けてるの好きじゃないんですよ。ミオタンも言ってた気がする、これ溶けてるの好きじゃないって。もう本当に一番何のアイス好きですかって本当に難しいんですよね。私本当に選べなくて、とても難しい質問。言っていつも答えれない難しい。アイスありがとうございます。ピスタチオ？ピスタチオあんまり食べないかも、好んで。美味しいけどね。でも美味しそう、ピノのピスタチオ。家にあったら絶対食べる。そうです、スヌーピーいます。連れてきました。ゲスト。また相方連れてきますね、今度。ウッドストック。アイスは、自分で買うこともあるけど、お母さんがうち曲がってくるかな。こんばんは。スヌーピーですよ。で、意外と見えないかな、これ。だからさ、私のやつって多分反転してるのかな。私が見てる景色と皆さんの見てる景色多分ちょっと違うと思うんですけど、これって見えてないのかな。私からしたらもうスヌーピーにしか見えないんですけどわかんない、こう動画画面上だと。確かに鼻しか見えないかも。
確かに同化してるかも、白のところしか見えない。確かに確かに。こんばんは。私はカップ派ですね。アイシューさんは焦りたくないんでカップです。絶対にコーンで食べることはあんまないです。そうです、耳もあります。ちょっと見えづらいけど、今日お水持ってきたんですよ。これはなん、どれぐらい飲んだか分かる。今 50g 飲み、 50g、 50ml 飲みました。ただの水をシェイカーに入れてます。シェイカー使わないんだけど、これプロテイン混ぜるやつなんですけど、私プロテイン飲めないんで、そうプロテイン飲めないんですよ。でも家に今プロテインあって、ハートありがとうございます。ミルキーのね、なんかプロテインがあるんですけど、甘そうすぎて飲んだことない。私のじゃないんですけどね、それ。私のじゃないです。私は買ってません。全然飲むつもりもございません。飲めないんでね、まず。なのででもこれめっちゃいいんですよ。自分が何ミリリットル飲めとかお水が分かるし、いちいちコップにね毎回注ぐのがめんどくさいんですよ。めっちゃ水筒を出すのもめんどくさいから、もうこれは最強です。水を飲んでる、これで水飲む人絶対いないよね。見たことないんだけど。オリジナル。私ぬるいというか地温の水が好きなんで、配信終わる頃には空っぽにできるかな。でもあんまこの時間に500飲んだらちょっとやばそう。もう今ねほぼ100ぐらい飲みました。そうめっちゃいいよこれ、おすすめ。おすすめです。自分がどれぐらい飲んだか分かるから。本当にプロテイン飲めない。もうね甘すぎてダメなんですよね。全然ペットボトルから飲めますよ。全然直接飲める。こんばんみ。プロテインって大体甘くない？甘いよね。甘くないですもん。甘くないのも多分飲めない。なんかさ粉っぽいじゃん、ちょっと。なんかいくらさ混ぜてもちょっと粉っぽくはなっちゃうじゃん。どうしてもさ粉と水だから。水だからダメなのかな？牛乳とかにしてないのかな？
でも私牛乳飲めないから牛乳の味がめっちゃしたら嫌だなとか思いつつ、コンビニのやつはね飲めます。そうコンビニのやつは飲める、全然。ちょっと後味がってなるけど飲めます。けどあれかも、好んでは買わないかもしれない。豆乳はねそのままは飲めないです。豆乳の何々味ってのはめっちゃ好きで、前バイトしてた時はバイト終わって帰りに近くのなんかコンビニみたいなところに豆乳のあまおうの味が売ってたんですよ。もうそれがめちゃめちゃ美味しくて、まあ、ほぼほぼいちごオレなんですよね。そういちごオレだけど、まあ、一応豆乳だしみたいな、そうそれがすごい美味しくていつもね毎回買ってた。それを買うか、それをご褒美に買ってたの毎回。それを買うか野菜ジュースを買うか、をそれを電車が来るまでに飲み切るっていうのをねしてた。そうだから働いた後だからスタバ買うとかしたらもったいないじゃん、1時間の給料とかなくなっちゃうじゃん。それはさすがにあれだから100円だからさ。そう、あサイリウムありがとうございます、いっぱい。だからいつも帰りに本当にその時ねもうバイトでお金を稼ぐしかなかったので100円のジュースだけを買って帰ってましたそうなんかめっちゃ節約してたその時。お昼ご飯をなるべく買わずに本当に行って帰るだけみたいなしてた。あ、クリハートありがとうございます。そうまかないないんだよね、なかったから。なんかが欲しいわけではなかったんだけどね、なんかもったいない精神がめちゃめちゃ出てました。今だったらね帰りにスタバ寄っちゃうとかしちゃいそうだけどその時は割と ケチまではいかないかもしれないけど倹約家でしたね。今でもそのカフェあると思います。行きたいんだけどね、行きたいんだけど行けてないですね。もう本当にねその豆乳が美味しいんですよ。でこの前皆さんご存知カルディあるじゃないですか、カルディで見つけて買わなかったんだけど懐かしい気持ちになりました。バイトした牛丼屋は500円分まかない無料だった。じゃあ1杯くらい500円って、いいですね、無料で牛丼食べれる。あもうバレてます、はい知ってる普通に。でもすごく優しい方で、ね、めちゃめちゃ。そうなんかねもうそのお店出るもう出る出口に向かってたから、なんか出口に向かってる手前ぐらいで見つけて、あっって出てった。そのなんか戻るのもなんか変だなと。
サインかなんて飾ってあるわけないです。あーでも新衣は確かにしました、ちょっとだけ。なんか新しいのが出たら試飲できたので、それは知ってました。ああなるほどね、盛るの自分なんだ。じゃあめっちゃ盛れるじゃんね、肉多めとかさ。なるほどね、いいですね。まかない、まかないはちょっと経験したことないから。でも結構まかないで決める子とかもいたりしますよね。バイト、まかないあるところにするとか。こんばんは。そう、一食食って考えたらさ、まあ実家暮らしの方はあれだけど、一人暮らしの方とかだったら大事よね、一食。あ、コンビニも持って帰るの？そうなんだ。あー、カレー飽きそうだね。確かに。でも牛丼とかカレーとかも毎日食べてたら飽きちゃうのかな。どうなんだ。あ、でもトッピングとかできないか。できないか、トッピングは。お惣菜とかもらえる。あ、いいね。寿司屋のバイトの時、自分で好きな寿司に行って食べてた。いいね、いいじゃん。私なら縁側食べまくるわ。あ、トッピングできるなら結構いいか。どこがもうハンバーガーで、帰りにポテト袋いっぱいに持ち帰ってきてた前に。ポテト余っちゃったのかな。縁側大好きなんですよ、本当に。本当に縁側って美味しい。お腹すくね、すいちゃん。縁側今想像しちゃったもん。で、昔は食べてなかったです、縁側。なんかお母さんたちがずっと頼んでて、私は全然食べなかったんですけど、一回なんでか食べたら、そっからハマりましたね。その日からハマった。から中学とか、え、高校からかもしれない、ハマったの。中学の時はね、食わず嫌いというか、縁側って何みたいな感じだったんで。あ、でも同じのはね、食べないかも。何回もは大体もう一回食べる、食べたかったらもう一回食べるぐらいかな。だから1回に2皿ぐらい、食べるとしても
基本は全部一種類ずつ食べたい人です。そうだね、ウニはね、どうなんだろう、最初に食べたのが良くないやつだったのかな。私もう気にせずに頼んじゃう、渋いのかな。でも好きなのが食べたいです。マグロは食べない寿司屋で、私はマグロはね、ちょっと苦手部類なんですよね。全然食べれるし、なんか例えばお寿司のパック、なんだろう、例えば8貫乗ってるパックとかにマグロが入ってたら全然食べるけど、自分ではね頼まない。トロも頼まないの。頼んだことないです、自分で。入ってたら全然食べるし、入ってたトロはめっちゃ美味しいって思うんだけど、普通にね、頼まない。ハマチとカンパチ、わかんないかも。どういうやつだっけ？なんか薄いのはわかる、色がちょっと。あんまりね、わかんない差が。今日コンタクトしますよ。光り物って何ですか？どこまでが光り物なんだろう、私わかんないんだよね。光ってるやつ？サバ？サバとか？光り物あんま食べないかも。わかんないってことは食べてないかも。あの本当に私行ったの同じのしか食べないので回転寿司はそうなんですよ。皆さんがよく知ってるあの回転寿司系に行ったらもう決まってるので、こんばんは。限定ものはね、美味しそうだ、美味しそうだと食べるって言っても全部美味しいと思うんですけど、基本縁側頼んで、サーモン頼んで、ネギトロとか右トロ頼んで、この3つはね多分食べると思う。あ、グーグーありがとうございます。あとはあ、エビアボカド、
終了かもしんない。そこら辺かな。それ食べて、卵は食べたいんだけど、なんかやめてる。単品で頼むか、卵焼き。なんかもうちょっと種類が多いところに行ったらめっちゃいろんなの食べます。スヌーピーです。暑っ、今日めっちゃ暑い。なんか冷蔵庫じゃなくて冷房つけてないんですけど、あれ冷房つけてないんですけど、でもありがとうございます。今日も散歩してたんでこんな格好です。散歩好きすぎかって。もう今日めっちゃね、散歩涼しくって最高でした。そう、めっちゃめっちゃ気持ちよかった。楽しかった散歩。あ、一人で知ってましたよ。そう、ちょっとね、犬を連れるとあまり歩けないから一人で歩いてた。日傘はもう差しません。お昼はね、あんま出かけない。なんだろう、カンカン照りの時はね歩かないけど。そう、めっちゃね楽しかったです。散歩したけど。私はね、日焼けしてないと思います。わかんない。私日焼けするって言ったら本当に何時間も外に出たって時しかあんま日焼けしないですよ。今年は免れたと思います。ずっと家にいたんで、家にいるか、練習も室内なのでそこまで焼けなかったですね。昨日の月がめっちゃ綺麗だったあれ、中水？違う、春夏秋冬、だから中秋の名月の時はあれ、月見えなかったじゃないですか。昨日がね綺麗だったんですよ。昨日見たらねめっちゃ綺麗だった。私も春夏秋冬って言わないと分かんなくなっちゃうんですよね。春夏秋冬、春夏秋夏がね分かんなくなっちゃう。うん、めっちゃ言われる。なんか名前月入ってるから、入ってるけど12月なんだねってめっちゃ言われます。そうなんです。関係ないんです。あ、関係あるんだけど由来的には関係あるんだけどね、9月以外も月綺麗だから9月も綺麗だけど、
どうもありがとうございます。ありがとうございます。でも最近本当に寝れないんですよね。これ昨日も話した気がする、寝れない話。ちょっと何回もしちゃうんですけど、全然今眠くないんですけど、本当にね、寝れなくて今日も今日多分睡眠時間ね 5,6 時間なんですけど、一日の中でね、それでなんか寝れないし起きちゃうんですよ。そう、なんか無理やり寝てるって感じだから、浅くて本当いろんな夢見ちゃうし、昼寝してないんですけど、悩みです。運動してたに絶対疲れただろうっていう行動をした日でも寝れないんですよね。眠くならない。まあ多分 5,6 時間はね、全然私より寝てるじゃん、俺より寝てるよって思うと思うんですけど、 5,6 時間の睡眠の質が悪すぎて寝た気にならないんですよ。でも起きちゃって、寝れないのって結構辛いですよ。だから昼寝もねしなくなっちゃったんだよね。しないのが普通なんだけど、前はさ、前は例えば10時間寝て、その後昼寝とかしてたの、私休日でもね。今全然昼寝もしたって思わないし、眠くならないんだよね、不思議。まあ元気なんで大丈夫です多分。ヨガか、なるほど。今日何の夢見たかな。面白い夢だったんですよね。なんだっけな。なんか
修学旅行みたいなのに行ってる夢を見ましたね。でなんか私が体調悪かったのかな、体調悪くてなんか座り込んでたら友達が元気出してみたいなので芋けんぴをくれたっていう夢を見ました。しかもリアルな友達で、あの子くれたんだみたいなありがとうみたいな思ってた記憶があります。どんな夢どんな夢、芋けんぴもらったのおもろいよね。こう袋に入ったさやつをもらって、あの子から、あの子があのなんかくれたよみたいな。おもろかった。そうなんかね高めだったよ、高そうな芋けんぴ。夢も出てくんの夢に出てきて、多分さ、多分夢にできた原因わかんないけど、明日は焼き芋食べるぞっていう気持ちでいたんですよ。あの前日に買ってたから、だから出てきたのかな。今日もね2本買ってきました。久しぶりに食べたら美味しすぎて、お昼に食べようと思って、1週間ぐらいお昼は芋になりそうです。2本食べたんじゃない、今日は1本食べた、今日は2本買ってきた。すごいね、ちょうどいいサイズなんですよ。なんかいい感じのサイズで、焼き芋よくスーパーに売ってる焼き芋じゃなくて、なんかね袋に入ってて冷やしてあるんですよね。袋に入ってるから結構日持ちするんですよ。なんかスーパーで売ってる焼き芋ってだいたい本日中に食べてくださいっていうのが多いんですけど、まあ、そういう時は私は冷凍するんですけどね。家で焼き芋作ることある？作りたいんだよね。前は作ってたんだけど最近は買ってばっかだから作りたい。なんか炊飯器で作るといいって聞いたから今度やってみようか。大須にまた芋の店ができるらしい、看板出てた。やっぱさ来てるよね時代、やっぱ来てると思うんだよね。でもセブンのみたいな感じです、あんな感じのやつが売ってるんです焚き火じゃ、焚き火からじゃない。でもさキャンプとかで作ったら楽しそうだね、芋をちゃんと火の、なんていうんですか、火の上でやったら楽しそう。こんばんは。くり誰もありがとうございます。こして食べるの？なるほど、したことないな。
あ、受けましたよ、大須の今屋さん。だいぶ前に行きました、行きました。なんかマシュマロに見えてきた。マシュマロに見える。欲しいももね、好きだけどね、欲しいも食べるなら普通の方食べたいか。欲しいもも大好き。うん、ちなみに今年の生誕ティーも今入ってる。今年の生誕ティーは芋は入って、内緒です。はい。内緒です。入ってるんでしょうか、入ってないんでしょうか。去年はね、カバンの表と裏、 T シャツの裏にあったんですけど、さてどうなんでしょうか。じゃあ言おうか迷ったの、ガチで言おうか今思ったけど、いや待ってと思って、言ったらどっちだとしても面白くないなと思って、楽しくないじゃん。まあ、入ってるって分かったら、あ入ってんだってなるし、入ってないって言ったら、あ入ってない、入ってないんだってなっちゃうから、うん、今のあの本当に言おうかと思った、今言いかけてたけどやめました。やっぱ出てからお楽しみで。あでもそのハードル上げられても困るんですけど、はい、私はあんまね、うん、あれ私は満足しました。はい、けど皆さん、うん、私が満足したからあのよかったねって思ってください。あれあれ意外と僕の俺の好みじゃないなって思っても、まあ私は満足してるから。そう、あのやりたい風にできたから、よろしくお願いします。このところはい、苦情は受け付けません一切。一切受け付けません。そんなね、そんな言って、あの言う方なんて、ね、絶対にいないんですけど、出会ったことないんですけど、万が一苦情があったとしても私は受け付けません。あ、水飛んじゃった、見えた今、今見えたのかな、こうやってさ、あ調子に乗ってさこう揺らしたの、そりゃそう思いっきり飛んだよね、ちょっとだけ。あ見えなかった。見えなかった。いや嬉しいよね、自分がそうそう考えてさやつが出るって普通に嬉しい。
あ、まあ結果発表は後でしますね。お水の皆さん予想しててください。はい、結果発表は後で、最後にします。あの座布団に落ちたので服も何もなくなりました。はい、吸っていただいて、乾いていただいて、じゃあ細かい単位でいこうかな。私が本当にメモリ通りに飲んでるかわからないから、なんか170とかさ、そういう感じでいこうか。で飲んだ量に、あーどうしようかな、飲んだ量にしよう。飲んだ量、残ってる量じゃなくて飲んだ分、私が飲んだ分。あ、これもね、え、飲み口のついた蓋付き、あ、こうなってるやつか、なんかこういう飲むやつだよね。そう、これね、飲み口広いやつなんだよね。満タンは500よりちょっと上ぐらいまでありましたけど、500スタートで考えます。500から何リットル、何リットルじゃない、何ミリリットルか。あの、組みに行くのがめんどくさいのでこれに入れてます。本当にこういうとこめんどくさいなんですよ。待って、まだ飲むかもしれないから最後に、最後に、はい、何の水ですか、何の水だろう、普通のお水です。こんばんは。ペットボトルだな、南アルプスの天然水が一番好きで、多分これ500回目ぐらいかも言うの。さすがに蒸発はしてないんじゃないかな。今日は黒が似合って見える。多分このこやつのおかげですね。
あ、でも今日ねすごいね恥ずかしい出来事があって、あの恥ずかしすぎてお母さんにも話したんですけど、最近というか、うん、最近か、財布を変えて新しい財布にしたんですよ。で今日初めてその財布を持ってあの散歩してて、でね、あの買い物もついでに行きたかったから、あ、スーパーなんですけど、スーパー行ってあの会計するじゃないですか。でね、まあルンルンで結構お気に入りの財布というか、そう結構デザインとか好きな財布だからルンルンでお会計したんですけど、こうなんていうんですかね、小銭がちょっと前のやつと違ったんですね。それで前のやつと変わってたから、小銭を開けて小銭もらおうとしたら、最初にお札もらう感じだったんですね。あ、そっか、最初お札かと思ってお札のところ開けようとしたら、そう、すごい先に言われちゃった。みんなに言わないで先に言わないで先に、そう、ぶちまけたんですよ。もうシャンシャラシャンシャンシャンってぶちまけて、本当に恥ずかしくって、あの幸い、不幸中の幸い、あの後に並んでる人はいなかったんですよ。なのでもう拾うじゃないですか。で店員さんも一緒に拾ってくれて、で通りすがったあのお客さんの方も拾ってくれて、もうすいませんすいませんって。でもう店員さんはなんかこう隙間とかに結構入っちゃうじゃん、なんかあのレジの下の隙間とか、もうそことかも探してくれて、あ、なんか大丈夫ですかねみたいな、落ちてても全然いいですもうと思いながら、もう恥ずかしすぎて、でもしかも最初に使って初めて使った財布でぶちまけるってやばいなと思って、でも冷や汗止まんなくって、外出たら、うん、暑い風でもう汗めっちゃかいたんだなって分かって、怖いですねこれから。多分全部回収したと思うんだけど、本当に恥ずかしかった。初めてかも、あんなぶちまけたの。なんかさ、ちょっと落としちゃったとかはさ、たまにあったりしたけど、あんな思いっきりお財布の中からぶちまけたの初めてで、本当に恥ずかしかったです。やっぱキャッシュレスの時代ですかね今は。キャッシュレスにした方がいいのかな。ちゃんと財布のボタンが閉まってることを確認してからした方がいいですね。もう本当にめっちゃ恥ずかしかった、その出来事。でもまあちょっと、うん、座ってるのが辛くなってきたけど、大正解。もう私ちょっと結構限界来てますね。あの私の限界っていうか、椅子が欲しい。やっぱ買ったばっかだからさ、なんか硬いんですよねボタンが。
財布の硬いから開けたり閉めたりしづらくて、クッション置いてもやっぱ1時間以上座ってると痛くなっちゃいますね。じゃあ、 あとちょっとしたら終わろうかな。飲みます。バランスボールを置ける広さがないですここにはどんなところで撮ってんだって思うと思うんですけど、椅子も置けないんですよね、このここのこの幅に椅子は無理、置けない。本当は自分の机の上でやりたいんですよ配信を。でも私の机の上って、あ、机の上でやろうとするともう後ろにめちゃめちゃ物が置いてあるから無理なんですよね。あとリビングが近いから、あの全部聞こえちゃうテレビの音とかも全部入っちゃう。なんか快適な、なんかちっちゃい椅子みたいなのないのかな。また探しますね。このままだと赤ちゃん用のやつね、あるよね、めっちゃちっちゃいやつ、アンパンマンみたいな、あれ、あれなら起きるか。あれのもうちょっと落ち着いたやつがあったらいいな、欲しいな。落ち着いたのはない？じゃあ厳しいな、ちょっと。やっぱヨギボーかな。ヨギボー欲しいな。なんか自分の部屋にソファ置きたくて、ちょっとなんか一人分寝れるぐ、寝れる、まあ、横になれるぐらいのソファが欲しいんですけど置く場所がないんですよね。だからヨギボーが欲しい。だからソファ置くってなったらめっちゃ場所取るじゃないですか。でもヨギボーとかだったらさ、部屋のど真ん中に置けちゃうから欲しいな、ヨギボー。なんかね、部屋でねゆっくりしようと思ったら、まあ、自分の机の椅子に座るか、机の椅子に座ったらさ、こう背中持たれないじゃないですか。だから、うん、リビングのソファもいいんだけど、ウィーボー欲しい。次ここには持ってこれないから、要は無理ですね。
ダメ人間配信になっちゃう。ダメ人間の始まりになっちゃう。確かに。一番の贅沢って何ですか。何だろう。一番の贅沢？まあ、贅沢してんなって思うのは、なんかちょっとお高めのご飯とか。贅沢かな。一番例えば、まあ、本当めったにしないですよ。本当にめったにしないけど、ホテルの中にあるご飯屋さんとか、アフタヌーンティーとか、私好きなんですよ、アフタヌーンティーとか。かな。が、私は一番、うわ、贅沢してるって感じはする。本当にめったに行かないけどね。本当にね、本当にめったに行かないよ、ガチで。なんかこうやって言うとなんかよく行ってる人みたいになっちゃいそうなんだけど、本当に行ってないですからね。いいよね。だって多分よく行く人はあんま贅沢って思わないんじゃない。私はもうめちゃめちゃ贅沢って思うから。かな、一番の贅沢。皆さんは何ですか、贅沢。いろいろあるかもしれないけど、これはめっちゃ高い贅沢だけど、私はでもカフェに行くだけで、カフェに行けたらめちゃめちゃ幸せ。自分の行きたかったカフェに行けたら、まあ、贅沢ってか、まあ、幸せな時間か。それぜいたくって言ったらそうだよね。普段は食べれないものとか。あ、マッサージ分かる。マッサージは確かに贅沢してるって思う。マッサージの時間いいよね。うなぎ、わかる。うなぎもさ、ね、そんな頻繁に食べれるものじゃないじゃん。私ね、ちょっと高めだから。うなぎわかる。焼肉もわかる。高いランチね。
ミラクエン皿わかるわ、ちょっと高いお皿、ね、お酒飲みながらゲームなるほど、ね、ほんとさ食べ物に戻ってきちゃうんだよね、一周してだいぶいろんな話してたんですけど戻ってきちゃった、お腹すいちゃうよみんな、あやばい見えちゃう危ない危ない危ない、じゃあそろそろ集計お水タイムいきますか。じゃあ皆さん、私は、あ、主権さんこんばんは、このお水を今飲んでるんですけど、これメモリが書いてあるんですよ、こんなこういう感じでね、メモリ書いてあるんですけど、これで私が今今日配信で何ミリリットル飲んだのか、500から始めて何ミリリットル飲んだのか当ててもらうっていう、飲んだ量ですね私が。当たった方は期待したいことがあります。景品はまあ特にないかもですねはい、当ててみてください。ちょっと私もちょっと集計、待って一メモリ50間隔ですね、うん、あれ難しいなこれ、ちょっと待って、50だから待って急に計算できなくなっちゃった、あ、OKOKOK、 あ、OK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 、 OK、じゃあ正解言います、ちょっといっぱい皆さん予想ありがとうございます。飲んだ量ですね、いきます、正解はちょっとこれ皆さんに見せるとメモリ変わっちゃうんですけど、だってみんなに見せるとメモリ変わっちゃう、微妙に230です、え、合ってるよね、1230でした。当たった方いますか？私と230ml 飲みました、
じゃあ外れた方に復活チャンス。じゃああと水は何ミリリットル残ってるでしょうか。あれ、私とはしたいことあります。どうぞ。これは500のあの容器です。あれあれ、謎の待って、みんな計算。まあこれはね、素直に答えるのかちょっとひねるのか。正解は 270ml でした。何この問題何かも。自分で何の問題出してんだろうって思っちゃった。今のはチャンスでしたよ皆さん。はい、ということで、すごいなんかまさかこんな終わり方になるとは思ってなかったんですけど、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかったですか？よかったです。もやもやした方ごめんなさい。ありがとうございます。じゃあランキング読んで今日の配信はここで終わりにしたいと思います。9割くらい寝ながら見てました。眠たいですよね。でも11時半ですよね。じゃあランキング読みます。13位。ありがとうございます。12位ありがとうございます。11位ありがとうございます。10位ありがとうございます。9位ありがとうございます。8位ありがとうございます。7位ありがとうございます。6位ありがとうございます。5位ありがとうございます。4位ありがとうございます。3位ありがとうございます。2位ありがとうございます。1位ありがとうございます。ありがとうございました。うん、ありがとうございました。しょうもないクイズに付き合っていただいてじゃあ皆さんまたいるのでぜひ見に来てください。じゃあ皆さんおやすみなさい。またねー。
バイ。あ、明日ブログ了解です。ありがとうございます。バイバーイ。おやすみなさい。